日本の南海上の熱帯低気圧、今夜までに台風16号になる可能性が高まってきました。可視画像、ひまわりの映像です。現在、日本の南、この辺りに熱帯低気圧の中心があります。熱帯低気圧、中心から東側に発達した積乱雲の塊があり、下層の渦は比較的背の低い雲に覆われている、低い雲の渦巻きが形成されているという状況です。ただこの中心の近傍なんですけれども、海面水温で見てみますと28度から29度の海域にあたっておりまして、まだ今後しばらく発達をするといった予想となっております。このためこの熱帯低気圧ですが、今夜9時には一旦台風レベルに勢力を強めるという予想に気象庁9時の解析で新たな予報として発表されてきました。25日9時現在では中心付近の最大風速15メートルと、まだ台風レベルではないんですが、今夜9時には中心付近最大風速18メートルと台風レベルになる見込みです。台風16号になる見込みです。その後動きは非常にゆっくりと、北西に進み、明日木曜日朝9時にかけても台風、ただその後24時間後あさって27日金曜日の午前中には再び熱帯低気圧の強度に下がる見込みです。ただその後この熱帯低気圧は日本の南海上にある、秋雨前線と一体化しながら温帯低気圧に次第に変わりながら発達する見込みです。この影響は金曜日から土曜日を中心に東日本の太平洋側に、大きく影響する可能性があります。台風16号になるのは一時的の予想ですが、その後東日本の太平洋側で発達する低気圧となって、激しい雨や大雨をもたらす可能性が出てきています。引き続き最新の情報に注意をしていただければと思います。予報センターから最新の熱帯低気圧情報、台風16号になる可能性について、お伝えいたしました。